ラーマとラクシマナラクシマナラクシマナはインドの女ジ子ジシ、ラーマーヤナに登場する架空の人物。主人公であるラーマの弟である。ラーマ同様、ラクシマナもビシュヌの化身である。ラーマとは母親違いの兄弟である。兄弟には同じ母から生まれた双子の兄弟のシャトルグナのほか、母親違いの兄弟にラーマ、バラタがいる。この四人兄弟は全員が ビシュンヌの化身ということになっているが、ラクシマナについては、聖者の化身であるとも描かれている。ラーマに対して忠実であり、会計委員の策略で、ラーマがアヨーデヤを追放される際、自身は追放されるラーマと共に、アヨーデヤを出て行かなければならない義務は何もなかったが、ラーマとシーターと共に追放され、アヨーデヤを出て行った。ラーマもラクシマナに対し非常に愛情を持っており、 王座に帰り着いた際は、ラクシマナを大使の座についてくれるよう要請している。ラーマには運命を受け入れたり、あまり戦闘を避けたがる傾向があるが、ラクシマナはラーマに対する理不尽な出来事に対しては、怒りの感情をあらわにする傾向がある。例えば、会計委員の策略で、ラーマがアヨーデアを追放された時には、追放の命に不服を唱えず、 受け入れたラーマに対し、会計委員に怒りの感情をあらわにしていた。また、ラクシュマナはシーター奪還のための協力を約束した、はずのバナラの王バーリンが一向に約束を果たさなかった時にも、ラーマに代わって、バーリンに対し抗議をしている。ラクシュマナは、ラーマが女間ダーラカやスバーフの退治する際、他の弟たちとは違い、ラーマに付き従っている。また、 ラーマがシーターと結婚した際、シーターの妹にあたるウールミイラと結婚している。会計医の策略で、ラーマがアヨーデアーから14年間追放され、バラタが大いにつくことになった際、これを受け入れる姿勢を見せたラーマに対し、ラクシマナは怒りの感情をあらわにしている。その上で、ラクシマナはラーマに対し、心弱く力もない者は運命に従うべきで、あろうが、力に、 道な英雄は運命を一個もしないものだと言って、必死で説得をしている。それでもラーマが追放を受け入れたため、ラクシマナはラーマに嘆願し、ラーマ及び、ラーマの妻であるシーターと共に森に向かうことになった。ラーマの追放後は、各地の森を転々としていた。ラーマもラクシマナも弓の達人であり、狩猟をする場面が描かれているが、ラクシマナについては、パンチャバティの森で、 木材や木の葉を使って小屋を建てると、かなり器用なところも見せている。楽島名は、結果的に、ラーバを追放して大いについたバラタ自身に対しては、悪い感情を持っていなかったようであり、ゴーダバリー側で木浴をする際、子は母親に似るとは言うけれど、冷酷な会計医と、高得なバラタは、何と違っていることだろうか、と、バラタを叩いてすらいている。ただ、 これについてはラーマから会計医を罵ることについてはしなめられている。ラーマがシーター、ラクシマナとイオで語り合っていると、チュールパナカーという羅説が、ラーマの美しさに情欲を抱き、ラーマに求婚した。この時、ラーマはふざけて、自分は最大者である。二人妻は、好ましくないから、結婚生活に焦がれているラクシマナと結婚した方が、いいと言って断ると、 ラクシュマナも、自分は下僕であるから結婚しない方が良い。美しいお前のためなら、ラーマも小女房を捨てるんじゃないかと冗談を言って、返している。この時、冗談とは受け取らなかった、シュールパナカーがシータを襲うと、ラクシュマナは、シュールパナカーの鼻と耳を切り落としている。このシュールパナカーは、ラーマが後に激闘を繰り広げるラーバナの妹である。ラ説の王、ラーバナに、 ラーマの妻であるシーターが誘拐されると、ラクシマナは、ラーマと共に、シーターの奪還のために尽力することになった。ラーマたちは、バナラを味方につけ、ランカー島に攻め込んだが、この戦いでラクシマナも数々の武訓を挙げている。特にラクシマナの活躍で大きいものは、インドラジットを打ち取ったものである。このインドラジットは、かつてインドラをも打ち負かしたという戦歴の持ち主であり、 姿を消す魔術と恐ろしい弓の使い手であった。事実、インドラジットが矢を放つと天地が覆い尽くされ、豪雨のように降り注ぐ矢によってラーマとラクシュマナは二度までもインドラジットに不覚を取り重傷を負っている。さらに、インドラジットはシーターの幻を作り出し、ハヌマーンの目の前でシーターの幻を殺してみせるというパフォーマンスを行った。これによって、ラーマの士気は低下し、 報告を受けた、ラーマ自身も絶望にもえ、ビービシャナがインドラジットの現実に違いないと、進言しても、これが耳に入らない程度に呆然自失の状態に、陥った。ラクシマナは、悲しみにふけるラーマに対し、インドラジットの打倒を宣言し、ビービシャナの協力を得て、インドラジットとの戦いに向かった。この時、インドラジットは、魔法の儀式を終了させていない状態であり、 万全の状態ではなかったものの、ラクシマナと死闘を繰り広げた。この時、ラクシマナは、インドラジットの毒蛇のような矢を受け、血みどろになりながらも、汝の矢は軽く、チクチクして、肌に、気持ちがいいわ。戦場でこんな弱い矢に当たったのは初めてだと、高単差を示し、ついには、真珠の矢を思って、インドラジットの首を跳ねて勝利した。十四年の追放期間が終了し、 王になったラーマは、ラクシマナに対し、大使となってくれるよう要請したが、ラクシマナはこれを誇示しているため、大使の座は、バラタのものとなっている。ありがとうございます。